あと忍者で有名なのが手裏剣、さっき棒手裏剣もあったけど、この平手裏剣有名ですよね。はい、それではお時間来ましたので、ご覧いただきたいと思います。曹州、落花州、風魔、演目、裏切り者、小田原郊外のとある屋敷。かすみ、大丈夫か？小太郎様、巻物が。夕霧、かすみ奥へ。まあ厳しか、こしゃくな。やたろう、やたろうはそこで待て。はっ。私の名前は風魔小太郎、風魔の棟梁である。今見ての通り、敵に我が風魔の大切な秘伝の巻物が奪われてしまった。絶対に取り返さなければならない。そこで皆にも見習い風魔忍者として共に手伝ってほしい。かすみ、
毒は大丈夫か。はい、解毒しましたゆえ。それでは奴は追うぞ。はっ。やれやれ、一時は危ないとこだったが、どうやらうまくいったようだ。お前らこのことは黙っておくんだぞ。Thank you.
太郎様。小太郎様のもとには行かせません。霞、そこをどけ。その力を示せ。なぜだ、忍びとしての実力は我の方が全てと選んだ。なぜ主が風魔の棟梁に選ばれるのだ。分からぬか。一人で戦えぬ腰抜けが心を開かず、信頼をせず、仲間を持たぬ、それがお前の弱さだ。行かせ。あれは強い。力を持ちながら北条めの影となり、命がけで使えるとは愚かなことよ。我らは影、北条という光に寄り添い従う者、北条など恐るに足らず、我と主が力を合わせれば北条めになり変わり、我ら風魔がこの地を、いや天下をも狙えようぞ。光なき影は闇だぞ。ならばその闇とやらに落ちてやろう。危険だ。
皆のおかげで裏切り者を見つけることができた。奴の名は弥太郎。私と兄弟同然に育った忍びだった。奴は我ら風魔の手で絶対に止めなければならない。そのためにも皆にはこれから風魔忍者として助けてもらいたい。修行を積み強くなってくれ。いかがだったでしょうか。北条家という光に仕えし影風魔忍者、その影より闇に落ちた忍び弥太郎、彼らはこの先どのような物語を紡いでいくのでしょうか。長州小田原風魔忍者物語、こたびはこれにておしまいにございます。ありがとうございました。ありがとうございました。